日本とタイ観光チャンネル。タイから大阪に帰国、日本中を旅します。皆さんこんにちは、日本とタイ観光チャンネルです。先日タイから大阪に帰国し、沖縄、大阪、岡山、奈良、埼玉、神奈川、東京、青森を旅しました。約1ヶ月半をかけた旅の様子を地域ごとに紹介したいと思います。少しでも日本旅の参考になれば幸いです。タイから福岡と長崎に観光した動画もありますので、ぜひそちらもご覧ください。それでは大阪までの様子を、フィリピンでのトラブルも合わせてご覧ください。ではタイのスワンナプーム空港から出発します。ところでスワンナプーム空港はどこにあるか知っていますか？多くの人がバンコクだと思っていますが、実は隣のサムットプラカーン県なのです。東京ディズニーランドや東京ドイツ村のように千葉にあるのに東京と名乗っているのではないのですが、なんだか面白いと思いませんか？今回はフィリピン航空を使い、マニラで乗り換えとなります。旅をする時のワクワク感、いつまでも持っていたいものです。実は乗り換えとはいえ、フィリピンは初めてなんです。旅に限らず何でも初めてはとても面白く感じます。時間調整して乗り換えです。ところが3時間遅れのフライトとなり、途中で弁当が配られました。クショようやく出発です。大阪の関西国際空港に到着です。この日は空港泊で、翌日沖縄の那覇に飛びます。久々に日本のカレーライス。翌朝の朝食はこちら。旅行中は朝からであろうが飲みますよ。そしてラーメンの中では一番食べる味噌ラーメン。ジェットスターを使って那覇に飛びます。